見てたの？え、今日金曜ロードショーまだだったの？見たかった。え、つらい。てか作詞ないんだが、ここかな明日は。ごめんなさい。カチューシャつけてみた。どうかな、どうかな。今日もう巻きが取れちゃって辛いです。今日ファンクラブ、あ、やっぱいいや。見て、パンダいっぱいもらったんだよ。これ、これがね、私が使用してた使用してたパンダ。吉久さん、くまちゃんありがとう。ゆうじさん、くまちゃんありがとう。いとしさん、くまちゃんありがとう。竹松さん、くまちゃんありがとう。おかぴさん、くまちゃんありがとう。みしたらさんありがとう。ラリハントさんありがとう。ジャックさんありがとう。おかぴさん、三大くまちゃんありがとう。ビビさんありがとう。ポカンさんありがとう。まるさん、かわいい、ありがとう。おかぴさん、ピッピさん、くまちゃんありがとう。そう、見てください、これ MV に使用されたパンダ3体持って帰りました、私。カズキンさん、ヤンカーさん、ありがとう、嬉しい。パンパカパンパンパンダ、パンパカパンパンパン。そう、全部持って帰っていいよって言って撮影にいっぱいパンダがいたんですけど、そのパンダをみんなで山分けして持って帰りました。多分いちかちゃんとかめっちゃ持って帰ってると思う。5体ぐらい持って帰って、4体かな、みほちゃんが4体とかかな。で、顔も綺麗な子選びました。でもこの子は名前があって、アンアンって言うんですけど、このねリボンがついてる子配布されたんですけど、私はもうこの子とずっといて、実はこの子絶対手を離さずに、で撮影でパンダなしの撮影があった時はマネージャーさん、マネージャーさんではないんですけどスタッフさんに預けて、これ私のパンダですって言って預けて、なのでこの子はもう本当にガチの私の子、本当の子、混ざってない、絶対に間違えないようにしてたから、アンアンですこの子は。おかっぴさんありがとう。 MV のねパンダいっぱい言ったと思うんですけど、私とリンクちゃんの間のこと、私の前側にいるみほちゃんとアンナの間にいるパンダには名前がついてました。もう忘れたけど。もう忘れたけどね。ナトシさんありがとう。カピさんありがとう。シワリンさん、クマちゃんありがとう。まあ、アンナのパンダだから、アンアンって名前にしただけだから。マウさんありがとう。産んだ。この子産んだ。サンピンさんありがとう。カスタールさんありがとう。カズキンさん、愛してる。ありがとう。そう、忘れちゃったよ。グギダリさん結婚して、ありがとう。あ、ありがとう。忘れるとこだった、テンプレを。ここに。やっとね、この子ね、ずっとね、押し入れに閉じ込められてたんだ、実は。そう、まだ見せられないから。やっと見せられました。嬉しい。カストールさん、ありがとう。カスキさん、ありがとう。アリンコさん、ありがとう。サイン会的なイベントっていうイベントはないんですけど、定期公演で特典会、握手会の後にサイン会があります。そう、楽しみですね。11月30日。もう申し込み終わっちゃって、当落も出ちゃったんですけど。次のライブが1周年ライブということで、ぜひ来てくださると嬉しいです。そう、1周年ライブは、そう、200人キャパぐらいなんですけど、こう、たくさんファンの人が来てくれると、満席な席を見たいなって思うので、ぜひ来てくださると嬉しいです。で、今日はね、そう、 MV が公開されたということで、皆さん MV 見てくれましたか？わーい、ありがとうございます。私たちは実はファンの皆さんより10分ぐらい先に見させていただいたんですよ、実は。で、私たちも MV 公開されるのを今日もうファンの皆さんと待って、同じタイミング、なんなら私はその時メイクかなんか、あ、勉強してたんですね私。で、気づいた時に、そう、 LINE で気づいて、えっみたいな。そうなんですよ、結構急遽決まって、昨日できたばっかの出来たてほやほや MV らしくて、もう本当にだからぜひ見てください。姉子さんありがとう。そうなんですよ、 MVめっちゃ可愛い。2分ぐらいしか、3分もないんですよ。2分30秒とかかな。もう、そう、もったいないっていうぐらいさ、もっとさ、うん、ね、見たいなってなりましたね。そう。カニカさんありがとう。あとね、珍しい髪型をしてて、もう絶対プライベート、プライベートというかもう、
アイドルやっててもやらないような私の髪型をやってて、ここはちょっと必見なんではないでしょうか。サンピンさんありがとう。どうですか、どうですかね。でね、これから何秒が何秒のなんとかちゃんかわいいとかね、ぜひ教えてくださると嬉しいです。コメントは YouTube の方でコメントしてくれると嬉しいです。見てます、見てます、見てます。そう、ソロカットがめちゃくちゃ多くて、自分の歌割り以外でも映ってたりとかするから、そうフルで何回もね、はい次はなんとかじゃ見ようとか、次こっち側見ようとか、移り変わりが激しいから、ぜひ何回も見てくださると嬉しいなと思います。そう、現代のアイドルって感じですよね。アイジさんありがとう、イナチさんありがとう、オーツにありがとう。そうめっちゃ可愛いですよね、フルで覚えれるね。連絡いつもそっけない、あったら優しい。しかも私最初の始まりめっちゃ好き、なんか丸いところにメンバーが映って最後私なんですけど、そこからうわーって始まるあれ可愛いですよね。しかも MV 結構1日で撮ってるんですけど、の中でも1日の中でも結構朝そんなに早くなくて帰りも遅くてめっちゃ良かったんですよねめっちゃ良かったんですよね。パンダ抱きかかえて帰れましたから、ニコニコして。よしこくくんありがとう。アーナのよいしん米にまとめといた、え見ますね。よしこくくんありがとう、いなっちさんありがとう。そうなんですよ、たくさんの方に見てほしい MV、 若い方に間違えたかなこれね、刺さってほしいなって思いますね。そういう風に作られた MV ではあるので、ファンの方にはもちろん、可愛いのでね、ぜひ見てほしいです。あとは今日プレゼントをたくさんいただきました。でも誰からもらったとかまだ見れてないんですよ。だからちょっとまだね、ありがとうって言えなくて申し訳ない。手紙とかもあるんですけど、まだありがとうが言えなくて申し訳ないですけど、そう明日たくさんねじっくり見ますね。えやばい、久々ありがとうすごいいいプレゼント。撮影の時何か面白いことあったりした？撮影も結構なんだろう、ソロカットしてる時はマジタイミングだから TikTok 撮れたりとか写真いっぱい撮ったりとかしたかな。なんだろうな、何があるかな。ダンボールのあったか分かんないけど、キティちゃんいただきました。キティちゃんそうですよね、違いますか、違かった申し訳ない。なんだろうな、しなさんありがとう。あでも TikTok になんかセットで開けてたじゃないですか。こうあそこのセットはそのスタッフさんがその撮影した場所とは違う場所でセッティングしてくれて、同じようにセッティングしてくれて TikTok 撮る専用にねあそこを作ってくれて、でもなんて言ったらいいんだろう、いや分かってくれされてるかなこの言い方。そうセットをねスタジオで作ってたんですけど、次のシーンに切り替わるから片付けなきゃいけなくて、でそのセットを一回片して、で別の場所にもう一個違う部屋にね、スタジオじゃない部屋に作ってくれて、 TikTok とか写真撮るように作ってくれたんですよ。すごくないですか。そうでめっちゃ可愛くてたくさん写真撮ったの であれピンク用もあって緑とピンクあるんです。ですMV では緑でしか私いなかったんですけど、ピンクも写真撮ったので楽しみにしててください。あと風船とかもねあってすごい可愛いですよ可愛いですよ。風船もね皆さんあったかどうか覚えてないと思うんですけど、あるんです。もう一回見てください。一旦風船を見よう風船を見ようの回、風船もたくさんあって、そうなんかはい私持って帰ろうとしてたけど持てなくて、そうパンダも持って帰ってってなると風船が持てなくて、あの置いて帰りました、申し訳ない悲しかった、可愛かったのに。そう最初私の歌わりですね。直樹さんありがとう、アーモンドさんありがとう。
そうパンダね、パンダの位置とかにも注目してさあ私最後のこうやってテレレ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 ってやるところとか好き、めっちゃ可愛くね超可愛くね。あの海へ行く7月さん、くまちゃんありがとう。深夜犬さん結婚してごめんなさいありがとう。あとね、見どころではないんですけど、こう最後のとこにたたりかけるように結構ワンシーンがバンバンバンって変わったと思うんですけど、あのルカちゃんとリータンかながパンダに寝こ、パンダのとこで寝転がってるシーンあったんですけど、あれ一応全員は撮ってるって、そうどうなるのか楽しみにしてたんですけどなかったです、私結構私ねあのシーンどうなってたか見たかったんですけど、いやオフショットがあるからその動画、あタブレットどこだっけ、タブレットどこだっけ、下に置いてきたっけタブレットって、え何してたっけ今日、今日一日何してた、今日一日結構ね、えでもなんかさ、え待ってマジ勉強できる人いないのどっかに、誰かさ勉強できる人いない、マジで困ってる、それを解かないと先に進めないから、先に進めないから絶対開かないのね次のところに、だから結構オワコンなの、困った困った、今日朝早くなかったよ、フェルマーの定理とかそんなんじゃない、なんかさなんか経済系で詳しい人いない、会計学とかそっち側かな、ほんまに分からんです、えだってさ足りないもん情報がみたいな、なんかさえ足りないんだけどみたいな、本当に足りないのえみたいな、なんでなんそれで解けると思ってんのみたいな、例えばさ時速を求めようでさ時速しか書かれてない問題なんてないじゃん、そんな感じ、なんかえ数字が足りないみたいなでも困ってんだけどほんまに、ちょっとちょっと反射がしちゃうかな、見てこの私頑張っていっぱいね計算したけど無理でさ、行間 X 問題載せるのは大学バレちゃうからやだわかんない、バレるのかな、わかんないです、そんなことやってはダメですよ、テストなんでテストなんで頭痛くなるよね、めっちゃ簡単なのにマジわからんの、えマジ簡単なんだけどね、なんでんだろうね、簡単なのなテストだから進めないの、どうしたらいいんだろう、え誰か詳しい人じゃないですか、えこれはなんだっけな、えじゃあ何系で詳しい人って言ってみよう、これはだからいろんなやつをやんなきゃいけなくて、原価計算論なんですけど、え誰か知らないですか、ほんまに知らないですか、ほんまに解けない、だって数字が足りないもん、なんなんって感じだってさ、ウェブで調べてもやっぱ数字足んないもん、問題が問題ダメだと思う本当に、あかりんさんその分野いけますかね、聞いてみたら、でもねどうなんですかね、ちょっと誰に聞いたらいいか分からなくて困ってます、そうカチューシャ紫なんです、ワンチャン問題間違ってる説あるよね、で結構調べたんです、そのね調べす的なやつとか何も書いてないんですよ、そういやマジで答え合わないと先に進めないからどうしたらいいんですか、本当に困ってる、誰か賢い人お願いします、えこれ高校生とか習うのかな、完成品原価と月末仕掛け品原価を求めようみたいなやつなんですよね、全然簡単なんですこれ、これねこうなんですよ、でもこれが絶対求められない、なんだっけ製品関節、製品関節なんとか、製品関節費かな、なんか求められなくて、誰か知らないですか、本当に知らない、のっぷーさんありがとう、いや本当に知らないですか、一人も知らないのねえ助けて、製品関節関節費
関節の方、関節の方、え、マジで解けない。だってさ、合計額とかも出てないんですよ。マジでさ、例文とかもさ、例文とかさ、その授業もあるのね、見てもね、さっぱりわからない。だって足りないんだもん、数字が。その数字さえあれば解けるんですよ、私だって。でもあるはずの数字がなくて、さっぱりなんですわ。何なんだろう、誰か教えてくださいよ。何この線って。子供の頃やった？マジで教えてねえ、私本当にこれ進まないとやばいんです。ガチやばなんですよ。でも進められない、ほんまに、ほんまに。じゃあ分かる人がいたらさ、 TikTok のストーリーであげるもん。さすがにね、先生に聞けないもん。先生つながってないんだもん誰先生かも知らない、もはや。やばい、最低だ。え、いや今日から泊まってます。初めて泊まりました。今日初めて泊まりました。結構私容量いいんで頑張って進んできたんですけどね、一人で、一人で突っ走ってきたんですけど、大きい壁にぶち当たって困ってます。でもその計算方法がおかしいんですよね。まずそもそも問題も変で、それさ、前回の授業のやつだよねみたいなのこと聞かれてるなって思う。今回の授業のなんか問題じゃないなって感じで、むずいんですよ。何って感じ、本当に何って感じ。運営の人に、え、恥ずかしいじゃん。なんかメンバーとかにはあんまりそのレポートしてる、今日しなきゃとか言ったことなくて、恥ずかしいから言えなくて。聞いてみようかな、一宮さんに聞いてみようかなアーモンドさんありがとう。私学習環境というか、もう本当に私椅子に座る、なんかね、その電車とかご飯食べるときに椅子に座るのはいいんですけど、それ以外に椅子を座るのがあんまり好きじゃなくて、地べたがいいんですよ。だから私ベッドを机にして本当にごめんなさい、嫌ですよね、ごめんなさい。ベッドを机にして、あのタブレットとかを敷いて、ノート置いてやってます。ノート置いてやってます。こうやって書きます本当にね、ちょっと引くよね。私もね、おかしいよね、足、お尻とか痛くなる。しかも結構ね、こう足をこうやって、その足、前に足が伸ばせないからね、ベッドだから。で、引き出し、下側が引き出しのベッドなんです。だから中に入れられないから、足を開いたりとか開脚してやってるんですよ。いやーねー、本当に。私折りたたみのさ、テーブル持ってたんだよね。あ、どこいたっけ。私広島の時に使ってたテーブルあるんだよね。あれめっちゃいいんだけど、え、どこいたっけ。なんか使ってるっけな、忘れちゃったな。カエル化しました。別に好きじゃねえだろそもそも私のこと。七さんありがとう。1日12時間椅子に座ってるよ。え、なんとか椅子ですか、ゲームみたいな。え、本当に分かる人いない、わかる人いないですか。まあ本当に、どうしよう、どうしよう、どうしよう、困っちゃう。あんたの考えわからない。え、本当にどうしよう。え、こう今までで一番頑張ってるんですよ、私の中で。今までそんなにノートに書かずに生きてきてて、ちゃんとノートにも書いてるんです。このてか今もうこの一個だけなんですよ、この一個だけなんですよね。わ、これ撮ったのミスったな、マジでミスったな。そう、こういう時に答えられたら本当にキュンとしますよ。え、大好きってなっちゃう、大好きってなっちゃうのに。どなたか勉強してきてください、明日までに。え、あかりんさん聞いてみようかな。え、でもさすがに聞くの気まずくないですか。さすがにね、一回友達、でもね、友達が何学部とかそういう意見も知らないからさ、聞けないからさ、
回ちょっと探ってみるわ本当に。でもね、賢い友達多いんですよ。助かる。結構ですね、結構助けられてる。結構助けられて、結構ね、行き詰まった生物学とかは本当にむずくて、とかは、そう、友達に聞いて、そう、レポート進めたりしました。持つべきものは友達です。ガストール、結婚して！ありがとう！東大に行った友達に連絡する。え、ありだね。え、そうじゃん。東大に行った友達いるんですよ。そうそう。しかもバレエ一緒だったんですよね。だから結構できる関係ではあるよね。その子が何系かは知らないけど、一旦連絡するのありだよね。ね。ね。困った。涙出そう。アンビどこだいなの？なんでやねん。なんでやねんっていうのも変やな。別に聞いたとてじゃないんですかね。そうね、その子のつてとかで聞いてくれる可能性もあると考えてね。そうだね、そうしよう。止まらない。え、待って、すげえ可愛いんだけど。今ね、スタバのね、これ届いたからさ、ちょっとプレゼントなんですけど、どなたかからか、まだ手紙開いてないかわかんないんですけど、可愛い北洋グラスツーガール、可愛い桜、マジ可愛いんだけど、え、可愛いんだけど、え、フォトマースってアプリが問題を写すと答えてくれて、マースなのかな、可愛い、え、可愛かった、めっちゃびっくりした。なんかピンクだからさ、どんなもんなんだろうと思ったらめっちゃ可愛いんだけど、センスいいね。他にもうね、めっちゃ私なんかプレゼントが届いてるから大きめのバッグで来てくださいって言って、大きめのバッグで行ったんです。でこれに入ってなんか入りきらなくて、ファンの方でなんかキティちゃんのねバッグ送ってくださってる方がいて、それをもう使って帰ってきたんですけど、めっちゃすごくない？電車とかもう申し訳ないわ。ドンって当たっちゃって、ドンって当たっちゃってしまって申し訳なかったです。降りる時とかね、あ、どうどうみたいな、申し訳ない本当に。しかもね、乗ってきた人とかさ、通ろうと思ったらパンパンだ、やばい、パンパンだそう、見つかっちゃって、あ、しかもメンバーと一緒にちょっとあのイルミネーション見に行ったんですけど、その時にこうぶつかってしまった方がいて、うーんって私が言っちゃって、結構大きな声で電車で申し訳なかったです。本当に私が悪いのに被害者ずらしてしまって、本当に申し訳なかった、気まずかったです。謝ろうかと思ったけど、さすがにそれはやばいかと思って、それもね、それもそれで、ね、変だねって思って、後からえね、そういちかちゃんと、というかいちかちゃんとはなちゃんとりんかちゃんとみほちゃんと行きました。そうるかちゃんはね予定があって行けなくて、そう私被害者ずらしてしまった、最悪、やってますよね、やってますよね、私やらかした、本当にごめんねって感じ。その人に配信見てほしいもん、アンナが謝ってたよって。ボキニキュー持ってるか、ここで説明するな、大変、待って、天才現れたんじゃないこれ。問題言ってみようかな問題言っていいですか？ TikTok にあげるんで解いてくださいえ、本当に何なんだろうな。いなっちさんありがとう、今日の雰囲気好きですか、ありがとう、やったね、ボキ取ってきてよ、本当にみんな私を助けて、2 3 4 5 6 7 8 9 10 1113、目かゆ、ボキ論私も習ったよ、え、習ったよね、ボキ論、あれ違うっけ、ボキ論習ってないですっけ私って、いや習いましたよ、
いや習ったよね。いや習ったって絶対習ったんだよな私。大丈夫そう私。関さん入ってありがとう。いや習ったよ。さっきのアプリ結構良さげ。え教えて教えて勝ちで。関さん入ってありがとう。フェイスリングさん結婚してごめんね。ありがとう。習ったんだよな。あ、ボキロン習ってるわ。え、ボキロンさ、結構ちゃんとノートン書いてるわ。で、ボキロン、これテストやばいわと思って、ちゃんと書こうと思って、ちゃんと書いてますわ。なんか。え、私ちゃんとテスト解けたっけな、これ。でも、単位取れてるから、ちゃんと解けてたんだと思うよ。ちゃんと解けてたんだと思うよ。いや、結構私ね、これね、テスト自信あったわ。そういやテスト自信あった。だってねこんなに私メモしてるんだもん。単位取れたら勝ちか。よかった、取れてたっぽいわ。数式ならスキャンでいける。数式なんかな、分かんないな。文、そう文なの。数式じゃないの、文なんだよ。工業防止防器、どうなんだね。困った。そう、みんな助けて私のことをお願いします。頼りにしてるからね。こういう時だけ調子よく言ってね。最悪。今日は11月22、明日から3連休の方がいらっしゃる。3連休じゃないのか、普通2連休か。つらいね。ピエンだね。実験レポート書いてください。無理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 、私にはそんな力はない。しかもこの未来知ってたら、おお。月曜休んだから3連休、誰のために。そう、やること多くて溺れそうですけど、全然なんかそれでもたっぷり睡眠をとってしまってて恥ずかしいですね。本当に抗えない睡眠には。明日大阪行くのいいな。何しに行くの。いいな。そろそろユニバという地を忘れそうで辛いよ。ユニバに行きたいよ。送ってください便利アプリ。一旦ね。文も解いてくれるってこと。え、なんか表なんですよね。情報漏洩になるから、私情報漏洩なのかな、わかんない。これこれこれはさ、読み取れるのかな。6月からユニバ行ってないです、つらい。もうユニバは私のこと忘れたんですね、多分きっと。つらいな。自己知能もあるからいける。え、こういう系なんだけど、ちょっと反射が、こういう系。マジでどうしたらいいんだろう。いや絶対数字が足りない。数字が絶対足りないよね。いや数字足んないわ。そう、認知切れた。本当につらいわ。疲れるぞ。ご両親聞いてみてもダメだよ絶対。ママママわかるかな、聞いてみるわ。絶対わかんない。
13位ジェイカネコさん、12位エレメンツさん、11位ピッピーさん、10位ヤンカーさん、9位ヨシココくん、8位ミスターさん、7位シオリンさん、6位サンピンさん、5位アイスレモンさん、4位オカッピさん、3位カスケさん、2位カズキンさん、1位カーストールさん、ありがとうございます。ありがとうございます。今日も配信を見てくれた方、久しぶりの配信を見た方、初めて見た方、5回目ぐらいの方、ありがとうございます。コメントもギフトもありがとうございます。ちょっとお水飲もう。さゆです。ごめんなさいちょっとごめんなさい待って、音楽流れそうだった、死ぬんだけどということで、寝る前は、みんな何時に寝るんですか。ちなみにプレゼント届いてよかったです。これ？ありがとう、嬉しい。ありがとうね。配信見れてよかった、ありがとう。MV 見て寝てください、皆さん。あ、その前にみんなをやること多いね、ごめんね。みんなに宿題出していいですか？TikTok をまず、まあ、15秒ぐらいなんで、あれ、まあ、1分ぐらいは見ましょう。1分ぐらいだいたい見て、リンクコピーしてない人はリンクコピーしてください。お願いしますね。リンクコピーしてない人はぜひしてください。コメントしてない方もいますよね。そう、あなただよ、あなただよ。はい、そう、お願いします。レポート戦時じゃなかったので安心しました。ほんまに戦時書いてくれた人いたからさ、さすがにね、ありがとうって感じ。俺か、俺だよ。もう全部してる？大好き。ありがとうございます。宿題忘れました。まだ間に合います。すみません。はい。なので、コメントしてください。あと、インスタグラム、その後インスタグラムを開いて、見る。いいねする。コメントしてくれたら嬉しいけど、まあまあまあ。するよね。さすがにするよね。で、するでしょ？で、X も開くでしょ？まあ、まあ、いいねしてないものがあったら、いいねして、なんかリツイートもしてください。拡散希望は拡散希望っていうことで、拡散希望してください。あとはですね、最後に、YouTube を。まあ、あれも2分なんで、まあまあまあ、3、4回は見られる。かなって思います。まあまあまあ、人それぞれの時間の過ごし方があるのでね。私 MV とかそんなね、いや見てたわそうそうですね、私すごい大好きなグループがあったんですけど、今もね、今も好きですけど、こう熱狂的なファンを捨てた時があるんですけど、もうめっちゃ見てました。何秒何分何秒ここがポイントみたいなのをやってるタイプでしたね、私は。やってるタイプで、まとめてるタイプでした。なので、なんかまあたくさん見ていただけると嬉しいなと思います。ポッドキャスト、やばい、ポッドキャスト、いや48ですけどね、48なんですけど、私が熱狂的なファンをしてたのは、はい、ポッドキャストも聞いてください。ポッドキャスト、どの回を聞けばいいんだろう。ちょっと X 見てください。丸投げ、え、おーんって言われてる、エンダに。おーん、ミスったのかな。やっほー、無事帰れたかい。8回目を見てください。ということで、幸せですね。ということで終わりたいと思います。多分もうリータン配信してますよね。ぜひね、見に行ってみてください。ぜひハッシュタグアンピーズをよく見てるので、ハッシュタグアンピーズを使ってください。エンダーハートありがとう。うん、ありがとうね。
エンダさん、あれぐらい寒いってドーミンが言ってたの。ウケる。寒い？北海道寒い？ありがとうエンダ、今日も今日は一緒にデートしてくれてありがとうということで、おやすみなさい。いい夢を見ましょう。 MV を見て寝ましょう。 TikTok も見ましょう。ではありがとうございました。明日土曜日ゆっくり楽しい時間を過ごしましょう。バイバーイ。はい。